君を抱きしめているけれど、不安なのは幸事をさ、この気持ち伝えたいよ。そうさ、こんなに君のこと愛して
して七畳の幕戸で待っている髪が言葉くれるのを七畳の幕戸で待っている名曲が生まれるのをお腹が空いたうちに帰ろう飯が僕を待ってる七畳の幕戸で川渡通り
ぼんやりと
めていた。右手にはタバコ、左手に缶コーヒー。旅に出かけようよ、心の中に街の優しい気持ちが僕を支配する。通り過ぎてく時に操られて、少し初心を忘れていたよ。美しい懐かしい街の片隅、響き渡る遅れないのジャズ。争いの国へ平和の旋律を届けておくれ。あ、始まった。始まってます。始まってます。はい、こんばんは。こんばんは。お願いします。はい、どうも。はい、どうも。元気ですか？いけそこから行く。元気ですかって。まあまあ、元気です、ね、元気ですか？あ、元気ですか？おねろ。今もお酒飲んでね。お酒飲んでるんでね、先に酒飲んでます。見えるかな。またあの例の8デシベル上げますか。あの前ね、8デシベル上げるっていうワードがあったんですけどね。はい、8デシベル上げてます。まあまあ、ちょっと最初はゆっくりやっていきましょう。そうですね。はい、はい。まあ、今ね、9人の方が見ていただいてるということで、ありがとうございます。あ、コメントも今来ました。こんばんはと。しそしそさん、はい、こんばんは。お世話になってます。お世話になってます。はい。まあ、あんまりね、急がずにちょっと人が集まってくるのを待ちましょう。まず、ね、そうですね。ちょっと、いや、でも今日、あ、でもカメラが今。カメラ、あの、僕のカメラが。ああ、そうですか。カメね。カメ映ってます。ね、なんかいろいろ言われたみたいですけど、カメね。はい。はい。ブライアンさんたち、こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんばんはです。ああ、えいちゃん何してんの？カメラがね、今映ってないでしょ。映ってないね。自分しか映ってないです。はい。はい。大人は分かってない、分かってくれないんです。分かってくれないんです。あ、かけてんね、かけてんね。かけてるんですね。分かってくれないのです。
や、 A ちゃんのねクレネジャズって曲があるんですけども、そっから多分引用してくださってるんだと思います。はい、ね、はい、映ってないですか？ほんまですね、ほんま分かってくれてないですね。どうしよう、うまくいかへんパターンや。まただいし雲行きになりましたけど、どうしたんかな、フリートーク。そうですね、困ったな。あ、映ったんじゃない？こっちは映ってる、こっちは映るんですけど、そっちは映ってない。あ、原因わかりました。あ、わかった。ちょっと待ってください。だいたいケアリン・スミスって言ってるからね。そう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 、映らないときはそういうときですよ。はい、散髪行った。あ、お父さんですかね、おめさん。あ、行ったんですよ。なんかね、たまに無性に切りたくなる時があってズバッと切ったんですけど、まあね、いいんかわかんないんですけど、ありがとうございます。1時間で終わらせてください。これあれかな、ムドゥーケくんかな。予定あるって言うと困るな。1時間で終わらせてください。ちょっと今 A ちゃんが立て込んでるんで少々お待ちください。すいません。来ました。リーチかかりました。うん、来てるみたいです。こっちか、わからんけど。はい、まあ、これでいいでしょう。はい、あ、よかった、よかった、よかったです、よかったです。はい、セーフ。皆さんお元気ですか？お元気ですか？見ていきましょう。ちょっとコメント見ていきます。はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは、ブライアンさんたちこんばんは。大人は分かってくれないのジャズ。分かってくれないのジャズ。ああ、なるほどね。そうそう、分かってくれない。はいはい、ね、亀さんいつもありがとう。散髪行った？って、ね、行ったんすよ。予定あるんで1時間で終わらせてください。うん、それ勝手に出ててください。ゴメスさん、お誕生日おめでとうございました。ああ、ああ、おめでとうございます。そうなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。という感じかな、今日は。まあね、9月にも入ってしまいましたけども、はい、まあでも、今日はなんとか大きなトラブルはなく、うん、そうですね、始められたということで。確かに確かに、よかったです。いや、やっていきます。やりますか、ね。今日はその、尾崎豊と岡村康幸ナイトということでですね、はい、あ、ちなみにあの皆さん音声の方はまともにね言ってます？大丈夫ですかね？あ、そうですね、うん、ちゃんと言ってるかどうか気になるんですけどね。どうでしょうか。大丈夫ちゃうかな。誰か心優しい方、この教えてください。それが分かり次第曲にやっていこうかなと思っています。だいまともかね、放送がまともにいってるか、まあ、だいぶそれを教えてください。まあでも今日も9人の方が見ていただいているということでね、はい、日曜日なのにありがとうございます。ありがとうございます。さあ、どうでしょう、教えてくださいよ。今日はね、僕ヒゲ生えてますよ。A さんのヒゲいいよね。いいですか。ポール・マッカートニーに似てるよね。ちゃんと今日に向けてね生やしてきたんです。じゃあ、そうそう、じゃあ自分もヒゲ生やそうと思ったんですよ、はいはいはい、めっちゃ綺麗に生えるんですけど、はいはい、その A 社のポール・マッカートニーヒゲは好きやけどね。いやいや、ポールまではいかないですよこれ。まだ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 です。いや、羨ましい。その生え方はちょっと配信やったらこれ全然見えないでしょ。いや、見えてる見えてる、ですけど、見えてる。あのコメントちゃんと聞こえてますよ。大丈夫だ。ありがとうございます。とうございます。いや、今日やっと安心してできますね。いや、嬉しい。そうっすね。はい、人間の声と楽器の音しか聞こえないです。それでいいんですよね、うん、それで間違ってないと思うよ。 OK といただきました、ね、はい、ほらやっていきますか。いきますか、はい、じゃあいきます。はい、お願いします。まず岡村康幸の曲聴いてください。はい、
ありがとうございます。あの子僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろうって曲でした。ありがとうございます。すげえ長い曲ですね。長いですね。とんでもなく長い。はい、ありがとうございます。はい、いやいいですね。最高のスタートを切ったような気がします。はいはい。ただ人間のと楽器の音しか聞こえないですの後からですかね。そうですね。はい、ホワイトボードの亀は亀さん、それともノコスケ。そんなんどっちでもええねん。どっちとも取れます。残すけが欲しい。そんなんどっちでもええねん。気にすな。歌声初めて聞いたけど、だから好きです。あ、パチパチ、はい、パチパチ、ありがとうございます。ありがとうございます。僕ね、歌めっちゃ下手なんですけど、ごめんなさいね。亀さん、歌声初めて聞いたけど、なかなか素敵です。すみません、僕ね、歌に自信全くないんですよ。ありがとうございます。さっきちょっとリハーサルしたんですけど、亀さんちょっと歌っただけでのろつぶしましたもんね。もう、速攻壊しましたね。はい、ほんまに。あ、やっぱこれだねと。あ、いやもうね、うこの元幸くんがね、岡村康之大好きなんですよ。あ、いいですね。その高校の時に僕、元幸くんに教わったんですよ。あ、なるほど。岡村康之を、はいはいはい。まあ、というわけでね、今日は岡村康之と、まあ、そして尾崎の曲をね、やっていこうとは、親交の深い2人の思ってますね。ね、はい、はい、最近ね、実はね、そのこの配信ライブがすごい時間がだんだん長くなっていってるんですよ。最初はね、30分だけですって言ってた。だんだん40分、50分、1時間、1時間10分となってきてるんで、あまりダラダラ行くのもよろしくはないんですけどね。そうですね。そうそう、まあ、ちょっと次1曲やってから話しますか、なんか。はい、はい、ちょっと用意しますね。はい、はい、お酒をね、いただきながら、今日は麦の、水割りを、亀さんもね、麦の水割り、はい、いただきます。美味しいですね。はい、映ってます。はい、拍手ありがとうございます。先生頑張って。お、ありがとうございます。嬉しいな。そう、生徒さんにもね、宣伝したんで、ああ、なるほどなるほど。そうですね。実際の結果残念でしたね。挫折は、え、挫折、え、コースは、コースはされる予定ですか。何の話でしょう。岡村康之の話ですか。そうですかね。さっきからモトゥーケって誰ですか。自分はオシムの、オシムの孫です。孫です。ごめんね、名前出しちゃってね。ごめんなさいね。申し訳ないです。はい、まあまあ、じゃあやっていきましょうか。はい、じゃあこの名曲を聴いてください。尾崎豊。はい、聞きたくないよ。 I love you。 逃れたどり着いたこの部屋、何もかも許された恋じゃないから、二人はまるで捨て猫みたい。
はい、ありがとうございます。い, ますいや、いいですね。いいですね。いいです。悪くないです。ね、うん。じゃあどっから読んでかな。元桶って誰ですか。なんとか。はい、そうですね。ですね。私はこれから日本酒です。おお、いいですね。いいですね。いいですね。今ね、ちょっと焼酎飲んでるんですけどね。あ、僕らはね、うん、僕ね、炭酸受かってる時ダメなんですよ。上がってきちゃうから。あ、よく言いますよね、ボーカリストさんね。なんか水割りでね、多分ですけど、ね、はい。いい声ありがとうございます。あ、うん、嬉しい。尾崎豊大好きです。どことなくお声が似てますね。ジンときます。似てますかね。僕学生の頃尾崎大好きでね、ちょっと意識はね、結構 ね、A ちゃん初め会った時もピアノで弾き語ってたもんね。あ、ほんますか。初めっていうか、そのトガトガの時かね。はい、してましたっけね。そう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 か、そうか、そうだかもしれない。はい、高校生の時より上手なったな。あ、言ってますね。親父も言ってるわ。素晴らしい。やっぱ、まあ、うまくはなったよね。確かに自分でも理解してます。そう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 、歌、はい、方も変わったしね。移動機種2倍速で見てます。ふざけんなお前。そうやねいや、しかも生配信で2倍速できひんやろ。 BPM180 やなそれもいいね。いや、でも見てくれてありがとうね。素晴らしい、はいはい、パチパチパチありがとうございます。ありがとうございます、はい、ね、ありがとうございます。拍手ありがとうございます。 720p で見てます。あ、画質の話ね。フレーム数かな、はいはい、多分それ以上無理よね。無理よね。1080にならへんのよ。ならないんですかね。多分ね、できるんですけど、なんか多分遅延とかあったら嫌やなと思って。そうですね、してません。720で、そう、懸命やと思います、うん、多分ね。無難に間違いない。はい、まあその尾崎の曲をやったんですけど、まあ、亀さんに聞きたいのは、はい、あの反抗期ありましたかっていうね。反抗期ありましたよ。あ、どんなですか。いや、なんかね、高校ぐらいの時にね、はい、そう、クラスって結構嫌なこととか言われたりするじゃないですか。まあまあまあ、すごい嫌な思いした時に、はい、まあ、バーって帰ってきて、はいはい、でそんでこうラジカセっていうかね、そのオーディシステムでこうなんか乱視度とかなんかそうパンク流してね、はい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 、そんでわーって言うたりするんですよ。叫ぶっていうね。そう、わーって言うて、あ、でそんで音量、まあ、まあまあでかいじゃないですか、はい、そんでかくてわーって言うて言うたら、そんでまあおかんとかがうるさいって言ってくるんですけどそれでこううるさいって言い返したりとかして、はいはいはい、なんかその、なんつったらいいんですかね。中学生ぐらいの時ですか。いや、高校生年で、高校生、うん、結構なんか、まあ反抗期ってありますよね。まあね、ね、うん、あって、そんでまあ、うん、結構大きい音で音楽聴いたりとかね、はいはいはい、したくなったりとか、夜な夜な、そう、僕スケボーやってたんですけどね、はいはい、夜な夜なスケボーしに行ったりとかしたりとか、あ、まあそんなんしてましたね、確かにね。えいちゃんなんかしてた。僕も反抗期やって。あったんや。やっぱりね、その家の壁に穴開けたりとか。ああ、あるね、あるあるある、うん、めっちゃある。金属バットであの家の自転車をボコボコにぐちゃぐちゃにしたりとか。そうね、家ではまあそれぐらいしたし、あの障子襖はまず破れてるね。うん、そうやね、うん、そういうのあったかな、うん、あったあったあった。あとはまあ学校でなんかは先生にね、やっぱりこうよくね、怒られて家までね、来て、先生が来て、うん、ね、親に話されるっていうのよくありましたね。あ、あ、まあ、僕はね、先生に対してはええ子やったんで、ね、うん、あんまりなかったかな。教科書通りの反抗期、うん、あとはね、まあ、ガラス割ってしまった。これ意図的じゃないんですけど、割ってしまった。あ、そうだね、ありましたけど、ね、あ、それはなかったかな、うん、ちょっとね、まあ、反抗期はね、うん、ありましたね。まあ、あるかな。誰しもあると思いますけどね、はい、そんな、やっぱり。カメさん、はい、非常に申し訳ないんですけど、トイレ行ってきたやつが。あ、俺も来たいね、ちょっと順番に行って。先に行ってきますわ。あ、先に行って、はい、うん、ちょっと繋いでてください。お酒もずっと結構2時間ぐらい前から飲んでます。そうそうそう、あのこんな感じゆっくりやってますけども、お酒飲んだりとかしながらやってます。あのトイレがね近いんでね、ちょっと読んでいきますね。バイク盗もうかお父さんですよねバイクね、まあ盗む、まああると思いますね、多分ね、はい。青春だな、これ武藤家君ね。青春らしい青春してたかな、どうかね。あんまり
選手らしい選手しなかったと思うんですけどね。井戸木君が今日そんな教科書通りの反抗期あります？うんあったりするんですよね。どうなんですかね、まあ、危険人物、まあ、バット振りますまでやばいですよね。僕はそれはしなかったですけどね、やっぱりね。意外です、そんな風に見ました。これ生徒さんですかね、わかんないですけど。まあ A ちゃんどんな感じなんですかね、普段ね。わかんないですけど、結構普段どんな感じ A ちゃん。平和主義。え、何がですか A ちゃん。普段どんな感じ、生徒さんに対して。生徒さんに対して、うん、いやもう楽しくレッスンしたいな。あ、バット振り回したりするわけじゃない、盗んだバイクで走ったりするわけじゃないってことでね。意味わかんない意味わかんない、そうか。あ、まあ、そうやね、意外ですって言ってはるんで。あ、そういう読み上げてるんやけど。あ、カメさんトイレ行きます。あ、行く行く行く、どうぞ行く行く。よいしょ。そうですね、あのレッスンしてるときは、この前ね、そのジュニアギターに来てる子供に言われたんですけど、先生って怒らへんよねみたいな子供に言われて、まあ確かにそのあんまり僕怒るっていう概念がねないんで、やっぱあと時代的にね、ね、怒るってもう違うなっていう風にはなってきてますね。こっちがね、もしかしたら時代的にバッシングを食らったりする時があるんでね。はい、ちょっとコメントを読んでいきますね。バイク盗もうか、あかんすよ、青春だな、そんな教科書通りの反抗期あります？危険人物やんね。いやでも君も井戸木君もね、あの同級生なんですよ。井戸木君は卒業式来なかったからね、覚えてるよ僕は。はい意外です、そんな風には見えませんでした。まあね、誰しもがあるんですよ、反抗期っていうのはね。はい、破壊行為は家だけに、うん、本当にその通りだと思います。外では、ね、やったらダメ。最近目が悪くなってきながらちょっと見えへん。そうですか、ズームします。はい、今先生ですか。とても優しくて紳士的な人です。あの、演者さんが消えてるトイレ行ってました。トイレ行ってました、とても優しくて紳士的な人ですよ。僕のことですか、ありがとうございます。で、今先生ですか。一応ね、講師の仕事をさせていただいてます。いや、切れまくりですよね、嘘こけ。ドキ君ね、いやお前卒業式休んだやろお連れの先生はめっちゃスパルタですよ。お連れの先生がスパルタ。あ、僕のことですか、スパルタ。あ、まあ、ね、もしかしたらそうかもしれない。そうですね、はい、まあでもなんやかんや言っても優しい息子です。うん、あ、それは素晴らしい。ふざけんな卒業式に来んかった話と同列には語れんやろ。卒業式休むってすごいよね、やっぱり。そうやね、うん、なんかフラストレーション溜まってたんか ね、分かんないですけど。はい、お帰り。あ、帰ってきました。あ、みんなもあ、これね、僕 の、 あ、さんの相方の、あのピアニストさんなんですよ。素晴らしい、ボーカルが素晴らしくて、ピアノも素晴らしい、でぜひ聞きたいな、はい、演奏、はい、ちょっと次行きますか。はい、はい、また岡村康之の曲です。ちょっとバラードが続きます。はい、ちょっとね、僕ね、その最近喉がね、いや調子いいんですけど、裏声がね出ないんですよ、なぜか。裏声がロックやから、うん、ってなわけで、まあちょっと裏声使う曲でやっぱ出ないんですけど、ちょっとまあ多めに見てください。はい、いきます。いけないことかい、聞いてください。はい、お願いします。いけないことか、傷ついても二度とはもう話したくない。 No farewell、 息ができないほど愛してるよ。あなたが住んでるマンション抱きしめてよ。
度とはもうもう話したくないな baby ほど愛してるよ。ございます。ありがとうございます。いけないことかいでした。いいですね。いけないことかい。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いやでも裏声いい感じで出ましたね。そうですね。うんうんうん、初めに裏声本番に出るか分からへんって言おうと思ってたって言って、うん、言ったんです。言ったんですよ。言った。言いました。言った。言うてもうたか。はい。いい感じでした。パチパチありがとうございます。ベース素敵でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ちょっとね。さっき喋りすぎたんでちょっと1曲ピャッとやっちゃいましょうか。次はちょっと待って、ね、また尾崎の曲いきます。どれだ、僕のヒゲどうですか皆さん。いやポールヒゲでしょ。いいと思いますよ。横もねもう生えてます。羨ましい。そういう生え方はこうなんかビーチボーイズみたいな羨ましい、ね、あ亀さんはどんな感じ。いやもうこんなほんまにこう亀さんなんか日本のなんか織田信長みたいな。そう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 、なんかほんまにこうベタな、はいはいはい、日本人っぽい感じ。生え方しかせえへんから。そうですね。そうそうそう、はい、まあじゃあちょっとやっちゃいましょう。はい、いきます。これ僕からですよね。はい、はい、あります。街並みに佇む君
ありがとうございます。ありがとうございます。尾崎豊のオーマイリトルガールです。オーマイリトルガール。ああ、いいですね。いいですね。名曲だ。はい。なんかこうね、昔の恋とか思い出しますよね。忘れたいことがあるけどね。もちろんね。ね。そうなりますけど。いろいろありました。ありました。うん。さあ。どっから読み上げていきます？じゃあ。そうですね。じゃあ、やっていきますね。はい。先生にヒゲは似合わないな。まあ、そうかもね。いやめっちゃ、めっちゃポール・マッカートニーみたいな感じするけど。うん、どうでしょうね。好きやけどな、普通に。もしかしたら女性からしたら合わないのかもしれない。うん、女性ってそうですよね。ヒゲって NG の人いますよね。うん、いますね。これどうなんですかね。僕そこを聞きたいんですけど、僕はヒゲ生やすの好きやし、うん、そうですね。僕もやっぱビートルズの影響でやっぱ生やしたいなって気持ちは、なんか生やすたい時ってあるじゃないですか、うん、まあ剃ってしまってもうどうでもいいやと思ってたんだけど、はいはい、ほんでね、コロナなんでマスクできるじゃないですか。あー確かにね。マスクの下ボーボーなんですよ。めっちゃあるあれやね。そうそう、いや分かるんですよ。これどうなんですかね。一応統治してほしいんですけど、はい、ヒゲってありなのかなしなのか、女性か、まあ、皆さんの意見を聞かせていただいて、そこはね、はい、はね、はいはい、次いきます。この曲一番好きです。先生が歌うとさらに癒されます。素晴らしいですね。あ、いや褒めすぎですよ。そんな褒めていいのかな。いつもすいませんね、ありがとうございます、本当に。バイクも盗んでや、何を言うてるんや。
お父さんですよ。うちの親父ですよ。お父さんがね。うん、いやお父さん のバイク盗んだろうか。あいいっすね、うん、持ってるんですよ、あのね、笠鍵で尾崎さんの曲いい感じです、名曲です、ありがとうございます、はい、もう魂が入ってるんですよ尾崎の曲って、うん、ね、そんな感じがします、パチ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 、ありがとうございます。未来のバイク泥棒とは思えないぐらいにいい歌声ですね。いやもう27になって盗まないですよ確かにもうならないです、そうっすね、はい、拍手ありがとうございます、はい、もうちょっと貫禄出てからにしてください、ああ、もうちょっとね年取ってから、確かにもうその通りです、おっしゃる通り、どうなんですかね、だから2人ともねまだまだ甘いってことです、私2人とも言うてもね、童顔やから亀さんは絶対いい感じ、いや童顔でしょ2人ともって言っても、そうかもしれませんね、ヒゲが似合うようになったりね、うん、はいはい、私は好き、特にアゴヒゲ、あ、まあね、いろんな、ね、意見がありますから、そうですね、ヒゲという方もいらっしゃる、いいと思いますよ、ヒゲね、好きっす、ありがとうございます、はい、はい、今ね、時間がね何分ぐらい、時計ちょっと今日忘れちゃったんですけどね、43分やから、あ、まあ、43分経ってますね、あ、結構経ってますね、思ってるより、はい、ちょっと次やっちゃいますか、やりますか、うん、皆さんも忙しいでしょうから、そんな僕らの配信なんてねかまってられへんやろうから、まあ、明日はね、うん、月曜日ですからね、行きましょう次、はい、で行きますよ、お願いします、準備大丈夫ですか、大丈夫です、はい、行きます、ワン、ツー、スリー、フォー、
パーガール岡村康幸の曲です。ありがとうございます、はい、いい、非常にいい感じです。はい、残り2曲ですね。2曲そうですね、うん、楽しいな、やっぱ楽しいな。今日は1ヶ月ぶりなんですよ、ほぼ。そうですね、この前亀さんとやって以来ですから。あれ以来から酒飲んでないですからね、亀さんはね。あんまり普段は飲まない。一人やって飲まないですね。人としか飲まないんで。健康的ですね、亀さんはね。そうですね、まあまあ健康は大事かな。最近なんかその健康に気遣ってるんですか。こと、うん、食生活とか、はい、結構気遣ってますね。結構最近こう筋トレしたらいいんじゃないかと思ってジム通ってるんですけど、はい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 、でなんかご飯とかもこうオートミール食って、うんうん、でブロッコリー食って、はい、鶏胸肉食ってみたいな感じ。筋肉良さそうなのばっかり。そうそうそう、そういうのばっかり。ゆで卵1つ2つ食ったりとかして、ね、はいはいはい、したりとかしてるんですけど、あ、まあ、結構健康的ですね。いいですね、なんか体がこう軽くなるというか、うん、まあでも筋肉はつくし、ね、コンビニの飯ばっかり食べたらあかんよみんな。そう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 、君たちね、もったいしてます、うん、言うてもそうだよね。特に元受けね、元受けくんね、うん、そうそうそう、あかんよ。結構ね、そうそうそう、だから筋肉大事やなと思って。あ、そうそうそう、そういう感じで食生活を、まあ、僕筋肉あんまりないですけど、まあでもランニングは行ってます。1週間に1回ぐらい行ってますね。ああ、いいですね、うん、運動ね、いいですよね。運動するとストレスも発散になるし、そうそうそう、ほんまに大事だと思います、うん、ほんまに。まあ、僕もそんでやっぱり前から言ってますけど、その食生活、うん、うん、最近添加物をなるべく取りたくないなと思って。ああ、確かに確かに。サラダとかも自分で作ったりとか。サラダ食いますね。とりあえずね、人参をね最近たくさん食べてます。ああ、なるほど。人参のキャロットラペ。ああ、いいっすね。細かく切って、もう 生のままですよ。生のまま細かく切ってでシーチキン入れて、レモンも細かく刻んで、皮ごと刻んで入れて、オリーブオイルかけて食べるっていうね、いう感じでやってますね。結構ね、脂質を抜いて、はい、結構タンパク質を取るみたいな感じの生活してますね。筋肉良さそうですね。筋肉そうしか考えなくて、ほんまにベースとか筋肉しか考えないですね。皆さんもね、ちょっと体には気をつけていただいて、はいはい、まあ、コメント読んでいきますか。はい、お願いします。15の夜を聞きたいっていう意味やと思う。ああ、バイクをどうのこうのの話ね。ああ、盗んでみたいね。15の夜ね、その神さんと話し合った時に候補に上がったんですけど、今日はね、そう、外れました。外れました。見事に外れました。すいません。やるかもしれんって言ってたんですけどね。そう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 、まあ、また今度ですね。そうですね、はい。いやいや、27歳くらいの時はおひげしたいいものですけど、しょうけど、いや結構したいっすよね。なんかね、憧れちゃうんですよね、男って。僕 A さんと10個離れてるんですよ、はい、10個離れてて、まあ30半ば後半のあらほうなんですけど、ひげってやっぱ生やしたいっすよね。生やしたいっすよね、生やしたいですよね、うん、A ちゃんが生やしたくなる、生やしておきたいっていう気持ちもわかりますけどね。ですよね、うん、僕はやっぱビートルズに憧れて。あ、そう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 ね、はい、確かに確かに。です。そういえば吉川浩司は、モニカ、そう、あのね、尾崎豊と岡村康之と吉川浩司、この3人が仲良かったっていう話らしいです。そう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 、らしいですね。吉川浩司もやりたいんですけど、あんまり曲知らない。Be My Baby、 コンプレックスの Be My Baby ぐらいしか。Be My Baby、 Be My Baby、 そう、あんまり、ごめんなさい、ちょっとそこまで知識力がなかったっていう。すいませんね、ね、はい、はい。亀さんはピック引きはされないのですか。ピックめっちゃ苦手なんですよ。すんごい苦手で、まあ、ギターめっちゃ好きで触ったりするんですけど、はい、ピック結構苦手ですね。だピックもともと指弾きから入ってるんで。この前ね、僕ね、その最近実はそのヤマハのギター講師をやってるんですけど、この前ベースの試験を受けてきたんですよ。ベースの講師試験、うんうんうん、で、まあ、一応受かったんですよ。まあ受かったって、ね、なんで、まあ、はい、ただちょっとやっぱ僕ギタリストやからベーシストらしくない弾き方をしてるっていう指摘を受けまして。ギターあるあるね、うん、ギタリストあるある。でやっぱ僕ピックをずっと使ってるから、うん、指弾きをもっと鍛えなあかんなというふうに言われて、この前研修でだいぶ鍛えられてきたんですけど。あー、素晴らしい。ものすごい勉強になりましたね。そうっすね、あ、まあなんか逆に指弾きから入ってるタイプからしたらピックすげえなと思ったりする。そうそう、ただあと左手とかも僕は基本的にギターってこう握るんですよ、全部。あ、はいはい、握りますね。ベースって基本的にはこう
そうですね、握らない。ロックグリップはしないですね、うん、そうそうそう、ロックグリップは基本的にベースではしないです。そう、これの僕これの癖がついてますからそうですね、研修の先生に、あ、また鳴ってるよ、鳴ってる地味変引きというかね、ロックグリップは、まあ、ギタリストあるあるですね。そうなんです、確かに。ピックもね、好きなんですよ、ピック音好きなんで、はいはい、あの、まあ、ゆくゆくピックもいろいろ触りたいと思うんですけどね。はいはいはい、はい、次、パチパチ、ありがとうございます。ちょうど戻ってきた、どっか行ってたんかな。あ、そうですね、自由ですね、はい、うん、自由、素晴らしい。拍手、拍手、ありがとうございます。お二人の好きな食べ物は何ですか。僕、ブロッコリーですね。ピンポイントです。あのすごい栄養素高いし、筋肉、はい、筋肉にいいんで、健康的ですね。筋肉にいいんでブロッコリーですね。あの、こう買って、こう、うん、洗って、はい、切って茹でて、はいはい、食います。すごい体にいいんで。それなんか料理っていうよりかはもうなんか一つ その素材じゃないですか。いや、もうあんま料理らしい料理しないですね。ベスト3、料理のベスト3言ってください。好きなベスト3。料理のベスト3、ベスト3難しいですね。まあ、ステーキとかかな。まあ、焼くだけでいいです。3位から。そんなステーキ、はい、そうっすね。でも基本的にほんまにタンパク質含んでないもん食わないですね。肉、あ、まあ、鶏も、まあ、鶏胸肉の3位から1番ステーキ全部。ステーキとかそうなんですね。なるほどね。1位でいっちゃん好きなの何やろう。うん、難しいっすね。でもやっぱステーキが1位ですかね。ああ、1位か、うん、僕はね、3位から言っていくと、ペペロンチーノ。ああ、まあ美味しいですからね、はい、ペペロンチーノね。2位がピーマンの肉詰め。ああ、これよく、あの、はい、鶏切り頼むやつおるんですよ。はい、3位、1位がお好み焼き。ああ、はい、京都人のくせに大阪人らしいことやる。お好み焼きです。あ、そうなんや。うちの親父もお好み焼き好き、ね。あ、そうなんや。お好み焼きってやっぱこう、みんなでこう食べるから、ね、あ、素晴らしい。はい、次、味の素みたいな顔をしてからに。君はロッジの中岡みたいな顔してるけどね。はい、可能性の獣。可能性の獣。意味わからない。吉川浩司ならラビアンローズ お願いします。大沢敏夫さん、敏之の。ああ。ちょっと聞いておきます。パッと出てこない不社員ですけど申し訳ないです。すみません。ブロッコリー生の方が栄養を取れますよ。あ、そうなんや。知らんかったっす。あ、なんか茹でたら鉄分抜けていくみたいな話聞いたことあるわ。なんか、あの、熱加えると栄養素って抜けるって言いますよね。ちなみにこの井戸木くんっていうのはね、そのベースの弦を茹でるんですよ。茹でたらいい音がするっていう話をどっかで聞いたらしくて。あの、細野さんがね、よくしてたらしいですけどね。あの、昔のミュージシャンでね、あの、ベースの弦茹でるってよく言うんですよ。で、茹でてそんでサビが取れるって言うんですけど、あれなんか実際とこ何も意味ないらしいですよ。なんかいや、実際時やりよったんですよ。あれはあの、都市伝説らしいです。ですかね。僕はやってないんですけど、だいぶペラペラの音になってました。そうです。あれはね、あの、結構嘘らしいんで、ね、僕は、ね、あの、買ってますけど、ね、はい、そうしましょう。はい、はい、次何だかな。ピーマンの肉詰め大賛成です。いいですよね。ちょっと行きますか、次。はい、ちょっと待ってね、はい、はい、じゃあ尾崎の曲聴いてください。はい、僕が僕であるために。はい、ワン、ツぬ
かめておきたいよ。こんなに愛していた誰が行けないというわけでもないけど、人は皆わがままだ。僕が僕であるために、僕であるために勝ち続けはできないってすごい難しいですね。すごいね、すごい人生にこんだけ悩み続けた人、なかなかそれを簡単にしてね、まあ、そうですね、確かにね。やっぱり尾崎の曲を聴くとすごい僕元気が出るんですよ。あ、うん、僕は、うん、あ、亀さんね、この前僕は逆にね、あのすごい鬱屈としたんですよ。あのこんだけ悩んでるんやなと思って、そうそうそう、それもストレートに感じたから、ほんまにうーって苦しくなったんですけど、はい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 、それは人とれでそれぞれか、ね、もちろんね、捉え方違いからね、と思いますけど、今日はやらないですけど、シェリーとかね、あとこうなんか気合を出してこう頑張ろうって気持ちになるんですよ。気合を出して、うん、はい、すくばってでも生きていこうっていう気持ちになれるんですよね。僕ね、あの太陽の破片とかめっちゃ好きなんですよ。あ、すごい好きで、その辺が好きで、今回やろうかって話したけど、はい、もうちょっとちょっと後半からは外れてしまった、なかなか後半から個人的には ね、すごい好きに一応ね、毎日毎日というか、いつも7日あ、違う違う、7曲で7曲でね、やってるん で、あ、え、ちょっと、うん、お手洗いでいい、はい、どうぞ。近いですね。近いです、まあ、僕も確かに行きたい気持ちもありますけど、まあ大丈夫ですね、僕は乗り切れる、すいません、ごめんなさい。はい、そうですね、コメント読んでいきましょうかね。来週ついに出家ですね。どういうことでしょう、君が出家するのかい。弦茹でたら一瞬新品になります、キラキラになります。低音がなくなっちゃう分高音が目立ってキラキラは聞こえるけど、ベースって低音が大事やから、それなくなったら意味ないやんけ。はい、この曲大好きです。ですよね、これは素晴らしいんです。ミスチルとかもカバーしてますよ、実はこれね。はい、亀さんの避けないでないんかな、いや、どうやろう、ただ横にね、ハイボールも置いてあるんで多分大丈夫です。この曲、先生のお声や雰囲気によく合っていますね。サビの伸びやかなところは尾崎豊にそっくりです。いや、僕ね、結構尾崎豊からね、真似してます。はい、パチパチありがとうございます、拍手ありがとうございます、素敵でした、ありがとうございます。一応次で最後の曲をね、やろうと思います。1時間は超えましたね。次やっておしまいです。前回多分1時間20分ぐらい、まあちょっとトラブルもあったんですけどね、この曲を次やっておしまいにしますね。この前その親父のね誕生日に
あの手作りでギターを作るっていう手作りキットみたいなのをプレゼントしてね、今親父が作ってるんですけど。あ、ギターの話ね。そうそうそう、それ完成したらこのぜひね配信で使いたいなと思ってるんでね、ちょっと頑張ってね作ってほしいんですけど、まあ、それが今楽しみですね、出来上がりが。あれ結構ね、うん、あのよくできてるあの作りの元がね、元が結構しっかりしてて、そう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 、ギターのボディとネックと分かれてて、まあ、まあ組み立てるだけだったら2時間ぐらいできるんですけど、まあ、あとボディを磨いたり塗装したりとかするんでね。まあ、ギターって結構ね調整で時間かかるって言いますからね、うんうんうん、ね、確かに。そうそうそう、まあ、それが楽しみだなと思って、あのこの配信で使いたいんでね、まあ、急がなくていいですけどね、早めに作ってほしいなと。はい。おむつ履いて配信してくださいって言ってますね。今度からああトイレ行くんやったらね。あ、すいません。なかなか演奏中にあのトイレ行くってないですね。その発想なかったです。ありがとうございます。おむついいっすね、確かにね。なんやかんやでも元幸くんも9時超えても見てくれてるやん。そうですね、うん。もう寝てるかなと思って。次もう君の大好きな曲やからね。そうそうそう。大好きな曲やからね。そうそう。次最後ですよ。なんか言い残したことはないですか。言い残したこと。うん。そうっすね。まあ、あの健康がね、あの資産ですからね。本当に、ね、あの健康第一というか、免疫力つけて。コロナにもかからないように。コロナにかからないように免疫力つけて健康第一というか。僕もワクチンね登録しました。あ、僕もね、あのワクチン打ちに行くんですよ。登録したというよりかは、あのずっと登録してなかったんで、しびれを切らした母親が僕の代わりに登録してくれたっていう。まあ一緒みたいなもんですよ。ね、あの2回目打つんですけど、 A さんが1回目っていう話聞いてて、はい、次1回目、ね、いつなるか分かんないですね。ちょっと怖いな僕はやっぱり。そうですね、ワクチン怖い。まあね、副反応もありますからね。そう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 、まあ、とりあえず、まあ、打っといていいんじゃないかなっていうところ、まあね、打つことに越したことはないと思うんですよね。と思うんですね。亀さん、亀さんがトイレつけた時にミラーボールの電気が、そう、つけて、わざとつけたんですよ。わざとつけ、そう、つけて。僕の部屋は実はこれミラーボールがあるんですよ。そうそうそう、これね、ミラーボールあるんですよ。そこで踊ろうかなって今思ったんですけどね。多分分からへんかなと思って。だから、まあ、ついでんですよ。ミラーボールね。そうそう。まあいいかな。雰囲気出すために、ね。雰囲気出すためにね、つけました。はい。お、本日私2個目の音楽ライブ、やっぱ早く生で聴きたいな。あ、今日なんか昼間にね、行ったはったみたいですね。そうですね。うん、生でね、聴けるめっちゃいいよね。いいと思うんですよ、ほんまに。あのやってる側からしてもね、うんうんうん、それは大事だと思うんですよ。今日600番で磨いた。あ、ヤスリの話ね。ヤスリの話ですね。これ結構重要ですよ。そうそうそう、600番600で、ほんで1800、1000で2000ぐらいまで、2000ぐらいまで。そうそうそう、あのサンディングしていくんですよね。そうそうそう、あの間違いないです。あ、じゃあよろしくお願いしますね。はい、はい、じゃあ最後の曲いきます。はい、岡村康之の曲です。はい、大好き。はい、聴いてください。いきますよ。はい、いきます。3、4。僕を、ねえ、最終回、ねえ、この振りを
好きだかチョコよりもこんなに大事なことはそうはないよ。Oh, 君が大好き、あの星空より大好き、わかるわ言うより、女の子のために今日は歌うよ。大好きね、はい、いいんすよね。ヘポタイヤね。ヘポタイヤって意味ないらしいですよ、実はね。最後にそのヘポタイヤって言ってるんですか。なんかあれ、なんかなんとか語でヘポタイヤって言うてるって言うてる、言うてる、実は嘘やったっていう話ね。特に意味はない、特に意味ないらしいですよ。なるほど。ヘポタイヤ、これあの車のコマーシャルに使われてたんですよね、確か。ああ、そうなんや。どうなんやろ、それは知らなかったですね。元木教えて、元木くんお願いします。はい、まあまあ、今日はこれで一応ね、おしまいと。おしまいって形でなりますね。また雑談ですね。いやいや、もう長くやりすぎてもしゃあないですから。皆さんね、明日もおしまい、明日がありますからね、うん、そう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 、はい、はい、そんな感じかな。また亀さんとはボーイとかやりたいなって言ってるんですよ。あ、ボーイしたいって話ですよね。そうそう、ただボーイやるってなるとやっぱドラマ欲しいなと思って。そうです、だからこれちょっと募ります、あのブラマ、ね、ドラマ募集って形で。あの今度その前も言ったリンゴちゃん、リンゴちゃんともやろうと言ってるんですけど、リンゴちゃんってボーンあんま好きじゃないから。そうですね、シャワー、あんまりね、知らん曲やらしても仕方ないから、シャワー浴びるわけにいかないですからね。そうそうそう、そうですね、リンゴちゃんともまたやりたいけど、ね、そうですね。でそれでまあまあドラマいてて、こうボーン曲するって形ではい、はい、ちょっとしたいかなと思ってるんで、うん、ですね、はい、まあ、そんな感じかなと。そんな感じですね、今日は。はい、そんな感じしますか。はい、今度その、まあ、亀さんとは違うんですけど、実はその ピアニスト。あ、そうなんですね。僕今度やる予定です。そして10月の10月の、日、ちょっと忘れちゃったな。忘れた。真ん中あたり16とかやった気がする。なるほど。亀さんのところにピアニストの方が座りますから。あー、はい、浮気ですね。浮気です、そういうことですね、はい、浮気ですね、はいはい、まあ、そんな感じです。はい、はい、まあ、亀さんまたね、来てください。あー、ぜひ読んでください。頼みます。はい、じゃあ以上にしますか、今日は。はい、本当に今日も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。今日今15人の方が見てくださって、あー、すごい。なんか再生回数トータルで言うと90ってなってますけどね。すごいですね。すごいですね。嬉しい、ほんまに嬉しい。やってる価値がありますわ。本当ですね。あ、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、はい。まだ、まあ、あの、うん、コメント読み上げた方がいいんじゃない、最後。あー、そうかそうか、合わせた、はい、大好きね、そう、君好きやからね、はい、大好きが聴けた。やっぱり岡村康之の曲ではやっぱこの曲が一番有名かもしれませんね。あ、はい、確かに、うん、岡村ちゃんつったら大好きかなってイメージかなって感じしますね、うん、拍手ありがとうございます、はい、拍手ありがとうございます。24時間生放送してください、うん、僕の友人で、ね、やってる人いるんですよ。あの、逆にしたいっすね。いや、したいけども。どんな感じなんですか、誰が見んねん。どんな感じなんですかね、うん、20時間やったらですね、うん、逆にしたいですね。O2、 O2、 O2、
お疲れ様のオツじゃないかな。なるほど。オツのこの前の動画の配信でも僕だいぶそのコメントが理解できなくて後から見るとはこういうこと言ってたんかっていうのが分かったんですけど、その時理解できなくてごめんなさいね。ね、語彙力 A ちゃんの取り入る方の力ってことね。そうそう結構ね緊張してるんですよこう見えて。ああ、僕ごめんなさい全く緊張してないんですけど、ごめんなさい全然緊張してないんですよ、すみません。結構緊張します。いいからでも A ちゃん緊張してたもんね、ライブする時もいつもなんか寝転がって、あの俺は大丈夫だみたいなこと言ってたけど全然大丈夫じゃなかったね。緊張します、緊張します、はい、ごめんなさい、僕はあんまりその、時と場合じゃ緊張してない、まあまあ、いいです。え、お疲れした、ありがとうございます、はい、CO2、はい、お疲れ様でした。見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、まあじゃあそんな感じで、はい、またお会いしましょう。はい、 See you。 じゃあこれかな、やります。はい、じゃあな、はい、じゃあね。Fender, Gibson, Martin, I need 人間ばっかり使うか